それでは A6 助急にやめるなよ私、ヨヨヤマコンサートの孫子と言われておりますに長い間ヨヨヤマと付き合ってきてということは高石君と付き合ってきてということにもなるわけですけれども、そして去年は岡本文也さんという100歳を超える素晴らしいライブでゲストでと、で今年は三上寛が後でもう一回ご紹介しますけれども登場するという嬉しいコンサートになりましたし、そこでですお願いがあって、私お願いがあって渚健一にバトンタッチします。ついこの間放送の世界では割合私キャリアがあるんですね。でそんなことがあって若いアナウンサー、つまり大学を卒業して入社試験を受けてアナウンサーになったばっかりの人たちに、レクチャー講義をする羽目になりまして、でその時にごく普通に卒業して、新しく社会人になるわけですから、おめでとうという言い方をしたんですが、ちょっといつもと違ったんですね。つまりこういう言い方をしたんです。仰げば尊しを歌ってこうして社会人になって、でこの時にびっくりしたのはシーンとしただけじゃないんですね。なんだか何ですかそれということがあったんです。でもう一回仰げば尊しを歌ってって言ったら、今度ははっきり手が上がって何ですかそれって言うんですね。でびっくりして、あれ蛍の光を歌って在校生が、で卒業生が仰げば尊しを歌うんじゃないのって言ったら、そこにいる全国から来てるアナウンサーの卵誰一人として、いえ私武田鉄矢の歌で卒業しましたとかね、私は京都の人もいます、名残雪で卒業しましたとか歌ってないんですよ。で、あれいつの間にかあれ歌わないわけって言ったら、知りませんって言うんですね。で、蛍の光に至って私はちゃんと蛍の光これだよって言ったら、パチンコ屋が閉店する時の歌だで、これはおかしいと思って、私文部省のちゃんと担当のところに電話をしました。で、なんだかわからないけど最近仰げば尊しや蛍の光は卒業式からないんですかって聞きましたらね、7年前からないですよ、中には歌ってる学校もありますけど、歌ってません普通は、今日若い方がいらっしゃるから若い方には聞きたいんですけど最近歌ってないんですよ。歌ってないっていうことは、子どもたちと先生がさあ今年の卒業式はどの歌を歌おうかって相談して作ってきますから、だから当然外されていくだけじゃなくて、7年前に文部省唱歌というのを全部整理したんですね。教育状況が違っている、時代が違ってきている、言葉遣いも難しい、そういうものを全部排除した時にその中に入ってたんです。仰げば尊しも蛍の光も、蛍の光だってそうでしょう、あれで本が読めるわけないじゃないですか本当にそういう理屈が先に立ってくるんですね。で A さん、箱根の山ってご存知ですか、箱根の山は天下の剣、そうです、箱根の山は天下の剣、韓国館もものならず、今日は韓国の方も登場しますけど、韓国館って分かりますか、韓国館ね、韓国館だろって言ったら、だからその意味っていうか、意味はまあ韓国館だ分からないでしょって言うから、まあだのね、その先がまだあるんですよ。幼鳥の象形は、幼鳥の象形って聞いて分かります、一夫間に当たるや万夫も開くなし、歌ってましたけど意味が分かんない、でそういうものがいっぱいあるので整理したんです。で村の鍛冶屋、村の鍛冶屋はもうありません、そんなものはないんです日本中に村の鍛冶屋は。それから羽生の宿の羽生、そんなものわからない、笑ってらっしゃるけど本当ですよこれは。例えば煙たなびくとまやこそのとまや、もう通じない、今年60のおじいさんってあれは平均寿命は50の時に作ったんだって今時60のおじいさんが働いてたってびくともしないよそんなものはね、えそういうふうに時代が違ってきちゃってるのは全部外しましたっていうからびっくりしたんです。あ本当で、中には、そう、うの花の匂いをかきねに、あのうの花の匂いをかきねっていうのは豆腐屋のかきねだと思ってたやつがいるんですねで私それは違うんじゃないかと、いい歌はいい歌であるんだから何も歌わせないっていうのはおかしいじゃないかって言ったら、とっても向こうは真面目にですね、仰げば尊しについて申し上げますが、とかなんで仰げば尊しがいけないんだ、A さん今仰いで尊いような先生はいないんですとっても説得力があるでしょ、で仰いで尊いような先生はいない、でどういう意味だって言ったら、それは給食も一緒に食べるし小学校中学校は教壇もないし、ないんですってね、そういうのを我々卒業してしばらくすると分かんない、教壇もない、みんな仲間こう見上げてそこの高いところに先生がいるというような教育状況はもうないんですって言われた。で例えばその先です、仰げば尊し我が師の恩
もう我が師の恩の師がもう通じないの。先生なら通じるけど師は通じない。で耳で聞いちゃいますから、和菓子の恩っていうと洋菓子には恩がないのか意味わかりますよね。京都も和菓子はいっぱい揃ってますけども、あの和菓子とこっちの和菓子とは違うんだというようなことってあるじゃないですか。今こそ別れ目、あるいは、思えば糸とし、言われましたよ、糸としって漢字で書けますか、糸とし、っていうぐらい、つまり歌って耳で覚えてるから字で書けって言われると書けなかったりするんですよね。そういうふうに教育の状況が違う。そう、村の鍛冶屋もそうでしたね。村の鍛冶屋なんてないんですって言われてね、そうかな、前に出雲に行った時に村に鍛冶屋があったなと思って、でこの間行ったらあったのね。であって、村の鍛冶屋あるじゃないかって言ったら、その鍛冶屋の旦那がね、いや鍛冶屋って言わないでください、金属造形家って言ってくださいで世の中どんどんそういうふうに変わってっちゃうから、ないんだよ。青毛馬頭都市はなくなっちゃったんですよ。でこれはやっぱりね、守らなきゃいけないと思う。なくていいですか。もう一回言いますよ、守らなきゃいけないと思うんですよ。歌はね、歌えとか歌うなって言われるもんじゃないです。いいなと思ったら歌ってたらいいんです、大人たちが。で今の拍手、ただの拍手じゃないよね。拍手すりゃいいってもんじゃないんですよ。それではただいまから三上寛の伴奏で青毛馬頭都市斉唱。三上は歌った、この歌、この歌歌った。私は覚えてますよ、歌った世代でしょ。はい、生徒会長でしたから関係ないですか、生徒会長。そうです。でだから聞いてた、今この歌がなくなってんですよ今。あ、そうですか、うん、でみんながこれから歌うっていうから、うん、で歌ってみんなで青毛馬頭都市を歌って、凪良健一が出てくるから。ああ、これは出にくいぜ。出にくいですよもう凪良のことだから。ギタリストとして認めてくれるのは A さんぐらいのもんですね。そうです、僕はこの人にね、はい、伴奏を頼んでから、しまっちゃった、あいつはギターが弾けないんだってことが分かった全部歌でごまかしてる有名な歌手ですからね。それでは皆さん、青毛馬頭都市斉唱。言っときますけど、この歌はね、座って歌う歌じゃないんだよ全員起立。さあ、懐かしい、久しぶりに歌う方、あるいは知らない人はラララでも結構です。歌詞が思い出せるかな、歌えば思い出せます。それでは三上先生。はい、出だしだけね。はい、仰げば教えの庭にも早い苦労せ思えばいとおしこの星月今こそ別れ目いざさらば。ありがとう。客席、そして凪良健一。珍しいね、これ赤、君はマイクなしで歌うの？私も今ゾーッとしましたけどもね。あ、今あったのにな。今あったのに、しかしあれですね、無謀なこともしますね三上寛に期待しかしダメですよ。いや、そう思ったの、うん、ね、三上寛とピンカラ兄弟にはね、ギターしかしちゃいけない、うん、だけど、A さんも歌うんですね。あ、俺、歌うはちゃんと歌えるんですよ、本当は。でも歌手の皆さんに悪いから歌わないだけで。ああ、じゃあ密かに上を見て歩こうなんかは夜な夜な。そろそろ用意が、あ、お二人分まだ時間がかかるのかな、はい、なんかいろいろここに書いて貼ってあるのね。余計なこと言わないでくださいよ